オズボーン・ルウェリン・ティモンズはアメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の元プロ野球選手、野球指導者。ウト右ミギウチ。2001年に中日ドラゴンズに所属した。現在は MLB のタンパベイレーズで一塁コーチを務める。1991年の MLB ドラフト5巡目でシカゴカブスから指名されプロ入り。1995年にメジャーデビュー。 2001年、中日ドラゴンズに入団。入団当初、とあるスコアラーからは、アロンゾパウエルそっくりのタイプと評されていた。前年に退団したレオ・ゴメスに代わる4番打者として、ティム・アンローとともに入団した。開幕戦では4番打者として3安打を放つも、その後は打撃に安定感を欠き、結局5月に、ゴメスを復帰させた。終盤は2軍落ちし、 シーズン終了後に対談した。打率が低く、スケットとしては物足りなかったにもかかわらず、勝負強さと、日本プロ野球適応の期待から残留の話も出て、いたが本人が断ったというエピソードがある。中日対談後は、マイナー球団や、メキシカンリーグ、独立リーグである、アトランティックリーグのアトランティックシティサーフで2006年まで、プレーした。2007年からは、 タンパベイデビルレイズ参加のコーチとなった。2007年は A-9 ハドソンバレーレネゲーズのコーチ。2008年は A 級コロンバスキャットフィッシュの打撃コーチ。2009年から7年間は AA 級モンゴメリービスケッツで一塁コーチ。2016年から2年間はトリプル A 級ダーラムブルズで打撃コーチを務めた。2018年シーズンからは レーズの一類コーチを務める。ありがとうございます。